アナウンサーを目指す学生の質問に答えてみたです。めちゃくちゃ大事じゃないですか、いや初めてぐらいですよ。初めてです。富山さんとこう2人でね。またじゃあ富山さんに質問しますね、はい、アナウンサーとして一番大変だったことと楽しかったことは。大変だったことは、いやこれは本当先輩方が会話力だったり相手の良さを引き出す力をすごい持ってらっしゃる方が周りにいっぱいいるんですね、 UX は。なので自分の話術とか、それこそロケでお邪魔した相手へのインタビューの時にできるだけ自然な感じを引き出すっていうのがすごく難しいです。今一番苦労してるところかもしれない。引き出しが多いですって。いやでもそれはでも本当にアナウンサーとしては永遠の課題だよね。理想系はもちろん多分みんな持ってると思うし、それに近づきたいとは思うけど、こればっかりはもう正解がないから、多分いつまで経っても100点は取れないんだろうねって思うけど、それを目指して頑張るべきなんですね。そうですよね。楽しかったことは、それこそ自分が興味のあるものだけじゃなくて、あ、新潟にこんなとこあったんだとか、あ、新潟でこんなもの作ってる場所があったのっていう新しい発見がたくさんある。それは県外出身者だからかもね。あ、そうかもしれないです。だから全部が新鮮で、いろんな職業だったりいろんなものの世界を見られるのはすごく楽しいなと思います。アナウンス部内で言うと、本当にお話が上手な先輩がいっぱいいるし、いろんなことを教えてくれたりするので、 UX のアナウンス部は毎日会社に来るだけで楽しい。それは幸せだなと思います。だそうですし、笑ってくれたら嬉しいよね。嬉しいですね。岡さん、はい、アナウンサーとして新潟県の多くの土地に行ったことがあると思いますが、うん、自分が取材に行く前と後で、これ難しいぞ、一番ギャップがあった土地を土地教えてください。どこだろうな、土地ですか。うーん、難しいけど上越。ほう。生徳という番組をやってた時に、県内縦断徒歩の旅、おいしくもねやったと思いますけど、はい、村上からこう南下をして海岸線を、まあ、上越まで入ったわけなんですけど、あのね、上越だけやたら認知度が高いんですよ。声をかけられる量が圧倒的なんですね。なんでなんだ。本当わかんないんだけど、土地柄なのか人柄なのか、あんまりこうやっぱり新潟市で仕事をしていると、上越ってそんなにたくさん行く機会はないから、はい、やっぱりこうイメージだけでその上越っていう土地柄を想像していたんですけど、やっぱりね、上越ってすごく、うん、テレビを UX を好きな方が多いのかなって勝手に思って、そういう意味でギャップがあったかな。なんか嬉しいギャップですね。すっごい嬉しかったです。ありがとうございます。難しい質問だったけどありがとうございます。2人に同じ質問で答えてもらいます。就活ではアナウンサー1本で受験されましたか、それとも幅広い業種を受験されましたか。1本でした。富山さんは1本、岡さん、はい、1本です。岡さんも1本、はい。周りはどうでした。結構1本の人が多かったですか。一緒に就活を戦ってたみんなは1本が多かったですね。私の周りはもちろん1本でアナウンサーだけを目指してる子も多くいたんですけど、やっぱりどこか不安があって、いろんな職種を受けて並行してるっていう子もいました。でもやっぱりアナウンサー職を目指してる子は、それこそあのテレビ関係とか新聞業界だったりとか、ちょっと似てるところを並行して受けてたイメージはあります。まあ、確かにこうアナウンサー職だけじゃなくてね、総合職で受けてる子も中にはいたよね。あと2問です、はい、入社前と入社後のギャップがあれば教えてください。あんまりこれで言うとちょっと来たくないと思っちゃう。気になる。アナウンサーとしてのギャップですよね、はい、入社して4ヶ月ぐらいかな。 UX ってテレビ朝日系列で高校野球ね、大きなコンテンツとして放送するんですけど、はい、僕入社して本当にただ4ヶ月経った8月に日本文理が甲子園に出場したときに甲子園についていったんですよ、あのカメラマンとね、はい、あれって新潟県の代表チームが勝ち上がればそれだけ一緒にずっと帯同するんですね、はいはい、で僕入社してその年に日本文理が準決勝まで行ったんですよ、うん、すごいですね。本当に強くて、はい、甲子園に1ヶ月いたんですよ僕。おお、入社して4ヶ月ですか。入社して4ヶ月ですごい。ヘトヘトになって、もう自分がもうなんかアナウンサーということも忘れるくらい、はい、もう本当に野球、高校野球に向き合った1ヶ月があって、その時にやっ
ナウンサーってテレビに出てニュースを読み、質問したりインタビューしたりっていうことをすごい想像して膨らませていた分、すごいギャップでした。半年経たずに甲子園行ってきて、そう1ヶ月じゃないですもんね。でもやっぱり1ヶ月いた分ね、その当時の選手とは今も仲いいし、はい、その時の取材の経験がもう今の現点。冬を乗り越えた岡さんがやっぱりすごいです。入社して4ヶ月で。いや本当にね、肌荒れたもんね。高校野球好きだったからね、楽しくやったけど。そんな1年目があったんですね、岡さんには。そうですね。なんか武勇伝的なのをもっと聞きたいです。僕でその枠を取ってほしい。武勇伝。フルマラソン走らされたことね。あー、聞きたい。ちなみに富山さんは？やっぱりアナウンサーってこうスタジオでニュースを読むとか、与えられた原稿なり何なりをテレビに向かってこう伝えるっていうイメージがあったんですけど、想像を超えるやっぱ準備量だったり取材だったりっていうのがあるなっていうのはやっぱり感じました、うん、一つの映像だったり一つの番組を作るのにこれだけの人が動いていてこれだけの時間がかかっているんだっていうのは想像のはるか上を知った気がします。あとはなんかアナウンス部ってギスギスしてるイメージもあったんですよ。誰から聞いたんだろう、そのイメージ。勝手なイメージで、はい、なんかイメージとしてちょっとツンツンしてるところもあるのかなって思ってたんですけど、ユーエクスは本当にそういうのが全くないですよね。それはびっくりしました。全くないよ、ね、全くないです、まあ、音質だよね。音質ですよね。音質だよね。どこがツンツンしてるのかもすごい気になっちゃいますけど。やるよね、こう言われると。最後ですね、アナウンサーになる上で学生のうちにやっておいた方がいいこと、また実際にやっていたことがあれば教えてください。はい、はい、やった方がいいことはいろんな経験をした方がいいと思います。本当映画を見るとか美術館に行くとか、友達といろんな場所に、まあ、今はこのご時世難しいかもしれないんですけど、いろんなところに出かけてみるとか、私はあんまりそういうことをしてこなかったので、経験値を増やすというかいろんなものに触れ合っていた方がアナウンサーになった時により豊かにいろんなことを感じられる気がします。この間 X 王者知らなくて食べたことがなくて、ロケで初めて見た時に X 王って何ですかって聞いたんですよ。なんか知らないのみたいな。服のサイズじゃないよ。あ、これを知ってたらもっと違う方に展開できたのになっていうのを思ったりして、日常生活でも何でもいいからいろんなものを知っておくとなるんじゃないかなって思います。皆さん X 王者食べておいてください。中華料理屋さんでちょっと魚介風のやつ食べてみてください。あとやってたことですよね、うんうん、就職活動やってたから、面接の時に最近何かあった、30秒フリートークしてって言われた時にこれ最近あったなとか、なんか引き出しに入れておくと助けられた部分があったので、日常のことをメモしておく、ニュースをたくさん見るは大事にしていました。では岡さん、やった方がいいことは本当に富山さんが言った通りで、いろんな経験をすることってすごい大事だと思います。アナウンサーになるっていうことに特化して言えば、本当にこう遊ぶときには全力で遊ぶっていうのが僕は本当に大学時代は大事だと思っていて、その経験値がアナウンサーになっても生きるし、アナウンサーになっていこうという過程でもすごく生きてくる。なんでそんなことするのって思うようなことでも挑戦してみたりとか、考える前に行動するではないですけど、そういうことが多分人間としての引き出しを増やしてくれるんじゃないかなと。やっぱりアナウンス技術が高いとか上手っていうよりは、人間としてきっと面白い人の方がアナウンサーとして深みがあるんじゃないかなっていうふうに思うので、僕はそんな全然深みなく入社しましたけど本当にでもそうだと思います。遊びに全力でいろんな経験をする、本当に大事だと思います。ありがとうございます、はい、どうでした？みんなの役に立ってたらいいなって思いながら話してたんですけど、そうですね、やっぱ UX のいいところ伝わったかな。そうですね、なんかこういう柔らかい雰囲気っていうのを伝わった UX に興味を持ってくださってるのであれば、とにかくチャレンジしてほしいなと思います。就活大変だもんね、先が見えないからね、本当に。何が一番大変って、やっぱ自分のメンタル、精神状態を立て直してやっていくのが一番大変な気がします。特にアナウンサー一本で受けてると、なんか逃げ場がないし、ね、
自分に自信を持って突き進んでほしいな。最初就活始める前は、ご縁だからとか、ちゃんと分かってくれる場所があるからっていう言葉が慰めというか、に聞こえる時期もあったんですよ。いや、とはいえでもっていう。でも今になってみると、あの言葉本当だったなってちょっと思います。ご縁とかタイミングと自分を本当に受け入れてくれる場所っていうのはちゃんと出会えるものなんだなっていうのは思いました。そうだよね、本当に縁だと思うよ。ここまで諦めないでっていう自分に去年言い聞かせてた言葉ですけど、悩むことも考えることもたくさんあると思いますが、とにかく自分を信じてやってみたいの気持ちで頑張ってください。ご縁があることを祈っています。新潟という街はですね、きっと皆さん好きになれる街だと思いますし、皆さんを受け入れてくれる街だと思います。何よりも情熱を持った皆さんをお待ちしていますので、一緒に働けるように私たちも応援しています。ぜひ新潟に一度遊びに来てください。動画をご覧いただきありがとうございました。ありがとうございます。この動画がいいねと思ったら、高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。お願いします。みんな見てね。待ってるよ。